お便りこと洋介管理でございます。はい、今日はですねちょっといつもと雰囲気が違うと思うんですけどいろんなですね DJ 機材とか作曲機材とか満載なですねもうディズニーランドみたいなところがあるっていうことを聞きつけてですね、やってまいりました。ここはですねスペクトラソニックのスタジオです。ということで今日はスペシャルゲストにスペクトラソニックをお迎えしてます。はい、どうも皆さん初めまして。結構フレンドリーな始まりはい、サイケデリックトランスの、トラックメーカー DJ やらせてもらってるマサヤです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします、はい、スペクトラソニックのマサヤ。はい、スペクトラソニックスか。そうですね、スペクトラソニックスっていうのはまあもともとグループじゃなくて一人で。一人でですね。なるほど。なんでこういう名前になってるの？でも S ついちゃってるまああんまり細かいところはまあ将来的に増えるかもしれないみたいな。そうですね、もしかしたら 5,6 人になっちゃうかもしれないなんでこういう名前にしたんですか？いや特になんとなくかっこいいからみたいな。なんとなくそうですね、はいはいはい、っていうあのフランク非常にフレンドリーなマサヤ、はい、さっき会ったばっかだもんね。そうですね本当今さっき、ね、間違いない、はい、今日はですねマサヤくんのスタジオに来させてもらってるという感じでございます。はい、まあ、おたえレコードもね DJ が、本筋なので別で DJ 部屋も今日はありますの で、 そ、 うです、ね、そちらもあの後ほど紹介したいなというふうに思います。はい、サイケトランスのアーティストでいらっしゃるっていうことなんですけど、おたれこでサイケトランスのスタッフとかもサイケやってる子って意外といなかったし、今まで、はい、お客さんめちゃくちゃいるんですよ。はいはい、しなんかサイケのこととかもうシーンのこととかちょっと聞きたいなと思ってて、はいはい、まあ、まずはそのアーティストさんの、まあ、ルーツ的なこととかをあのお話をお伺いして、でシーンのお話をお伺いして、で機材のお話を、はい、させていただきたいなというふうに思います。スペクトラソニックスのですね、まあ、マサヤ君のその なんで DJ 始めたのかっていう。そうですね、もともと違うジャンルとか結構やってたんですよ。トライバルテクノだったりとか、はいはいはい、ハードハウスとか、まあ、レコードでやったりとかして、はいはいはい、まあ、でもちょっとそっち系だねやっぱりね。そうですね、そうなんですよね、うん、やってて、まあ、最終的に着地したのが、まあ、サイトランスっていうところで、うんうん、でもともとなんか音源とか集めるのは好きでみたいな、うん、でめっちゃなんか音源溜まってって、うん、なんか知り合いとかにいや DJ やった方がいいよこんだけ音源あんだったらみたいな。あ、もう最初リスナーでもうめっちゃ好きだったんだ。そうなんですよ、ね、うんうんうん、で音源集めるのが好きでみたいな、うん、で毎週昔あのシスコとか、うん、クイントリックスとか通っ て毎週渋谷まで通ってみたいな、うん、で集めてやってて気がついたら DJ になってたみたいなだろう。 DJ のキャリアでいくと結構経つんですか？自分が17ぐらいの時にやってんで15年、うん、6年ぐらいとかですね。結構じゃあもうスタートも早かったんだね。そうですね、うん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 、なるほどなるほど、はい、もう昔はもうレコード。そうですね、レコードだったりとか、まあ、その当時なんか CDJ もなんか100とか。そうね、そうですね、銀色のやつ、ね、そうですね、とかでやってたりとか、うん、なるほどね、してましたね。で200が出てみたいな。そうですね、200がね、はい、CDJ200 が出た時いきなりあの他社の話してるこれあのもう最初に皆さん言っちゃうとあのインミュージック関係なんでそうですよね。だから後でデノ DJ の話たっぷりしますんで大丈夫ですよ、はい、うん、CDJ200 が出た時って、はい、本当に毎日のようにサイケ DJ から電話があってさ、はい、すごかった。あ、そうなんですね。うん、そうだから CDJ200 が出だした頃からサイケのパーティーみたいなのもバーってなんか増えていってみたいな、はい、そんな印象があるんですけど、まあまあ、はい、まあ、CDJ とターンテーブルと併用してやってた感じっていう感じで、ご自身としては都内のクラブが多かったんですか？当時は多かったですね、やっぱり新宿とかで、うん、
やってましたね、うん、あと横浜とか。あ、横浜でもやってましたね。へえ。あ、横浜でもその四つ打ちのところで。そうですね、 DJ デビューしたのは横浜でデビューしたんですよね、当時。そうなんだ、はい、へえ。なんか昔ロスト&ファンドっていうなんか箱があって、うん、まあ、今ちょっとあるか分かんないですけど、うん、そこでデビューして、でそこからこう、まあ紹介、まあ、知り合いの紹介とかで新宿、そうですね、都内の方でやらせてもらったりとかしてましたね、うん、で、まあ、そこからその日本でもレイブカルチャーみたいなのが、まあ、どんどん増えていって、はい、でそっからは結構そういうレイブとかも行くようになったのかな。そうですね、最初まあ遊びには行っててみたいな、まあ、規模もでかかって、なかなかこう、あ、入り込めないみたいな、手がなくてコネクションもなくてみたいな。なるほど。で、まあ、徐々にこうやっていくうちにいろんな人と知り合ったりとかして、でやるようになってってみたいな。なるほど、なるほど。感じですね。で、まあ DJ 活動はそれで、まあ、ずっと、まあ、コンスタントにじゃあ15年かなんか、まあ、そうですね、ずっと続けていて、はい、あ、後ろにありますけど、はい、トラックの制作なんかも今やってらっしゃると思うんですけど、はい、そのトラックの制作っていうのはいつから始めたんですか？12年前ぐらい。あ、じゃあ結構早かったんだ。そうですね。で当時その日本人でそのサイトラスのトラックメーカーってなかなかいなかったんですよね。うん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 。12年前なんてそうだよね。そうですね。うんうんうん。それこそもう YouTube でなんかその作り方とか検索しても出てこない、うんうん、アンダーグラウンドなジャンルだったんで、当時は。でなんかちょっとなんか周りやってないからやってみようみたいな感じの興味本位で、はいはいはい、やり始めてみたいな。なるほど、なるほど。最初は どうなんですか。でもまあ PC ベースでやってらっしゃったのかな。そうですね。一番最初 FL スタジオから入って、で初期の FL だね。そうですね。8とか、うん、多分7。ああでもそうなるのか。はい、あ、そっかそっか。へえ。でそっからこう、うん、みんながキューベスを使ってるっていうのを知って、うんうん、でキューベスを買って、うん、でなんかロジックもいいよっていう話になってでロジックも使い始めてうんうん、うん、で今もずっとロジックなんですけど。あ、そうなんだ。でサウンドメイキングだけたまにエーベルトンとか使ったりとか。あ、なる。でも一通り使ってきてるね。一通りは使ってますね。だけどまさやくんって、はい、なんか楽しそうなこととかあったら結構柔軟に飛びつくみたいな。そうですね。結構行動派みたいなとこは、ね、そうですね。もう気になったらすぐこうやる、追っかけてみたいな感じですね。その YouTube でも僕もあの拝見したんですけど、そのフェスとかも結構そうですね行ってるということなんですけど、はい、海外とかも結構そうですね、どんどん増えてる。そうですね、まあ、コロナ流行る前はもうバンバン結構、うん、あ、バンバン行ってた。行ってましたね。なるほど、なるほど。それこそ1年の半分近くとか。あ、そんな感じなの。そうですね、行ってたりとかしてたりしてて。すごいね。でようやくちょっと収まっ、まあ、コロナがちょっと収まってきて先月ブラジルに行かしてもらって、うん、で久々の海外で、うんうんうん、めっちゃ興奮して楽しかった。楽しかったです。ああ、いいですね。でお客さんもなんか2万人ぐらい来て。やばいね。へー。ワンフロアに2万人だったんで、もう一番後ろまで見えないですよ。でも2万人の前でやるっていろんな DJ のあれ含めてもそんなないからね。ないですね。今 すごい景色でした。2万人のダンスフロアの景色どんな感じなの？いやもう人間に見えないみたいな感じ。もう豆粒みたいのがいっぱいいるみたいな、なんかそのなんか どうなの、そのプレイするもうめちゃ緊張するの？いや、全くしないんですよね。もうなんかもう興奮で。ああ、そうかそうか。逆に日本の会場の方が俺緊張したんですよね。ああ日本人って結構見られてるかみたいな。そうですね、近いし、うん、結構みんな耳超えてるじゃないですか、やっぱり。うん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 。ミスったらどうしよう、ミスったらどうしようみたいな、意外とあって。はい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 。日本人ってミスに厳しいというか、ちょこっとでもドタると、ね、あ、ドタったとかってなるけど、はい、海外の人ってそこは結構適当っていうか寛容っていうかさ。そうですね、やっぱり選曲とかさ、はい、うん、そミックス技術に関しては、まあ、サイトランスに関しては多分みんな聞いてないと思いますね、やっぱりお客さんとかは見てる感じだと、うんうんうん、なんか全体として楽しいかどうかみたいな。そうですね、そんな感じであります。はい、あ、やっぱ債券もそんな感じですかね。そうですね、うんうん、半年もさ海外とか行ってたもん。
えらいことだね。大変だね。大変ですね。うん、やっぱり島国なんで、どこ行くにしても遠いし、うん、そうだよね。うん、で帰ってきてまたその1週間後に行くとかもう何しに帰ってんだろうみたいなたまにありますね。母体レコードって結構どうだろうな、まあ、ヒップホップとか、まあ四つ打ちでもまあテクノとかハウスはあるけど、サイケはね、はい、まあ、メジャーではあるんだけど、はい、なぜか本当縁がなくて、はい、ちょっとシーンの話をいろいろ教えてほしいなと思っていて、はい、サイケトランスって、はい、普通、まあ、トランスっていうジャンルがあって、それは大枠なのがあって、はいはい、でなんとかトランスみたいな、まあ、いろいろいっぱいありますよね。じゃん、はい、サイケトランスってどういうものを指すの？どういうすごい難しい質問ですね、それ。結構定義はないんだっていうことは。定義はないんですけど、やっぱり聞けばやっぱりそのキックベースだったりそのリズム関係でやっぱりもう、うん、もうサイケはこれっていうのが大体決まってるんですよ。なんかサイケのキックって結構なんか軽めの、そうっすね、細めの、うん、細めだよね、はい、なんかパン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 みたいな、そうですね、ドゥンドゥンっていうよりは、はい、うん、なんかちょっとビッグルーム的な感じっていうよりは、はい、もうちょい軽いキックが多い気がする。そうですね、うん、でもやっぱりキックベースでどう鳴らすかっていう感じが結構強いんで、うん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 、どんだけプロダクションが高いかとか、うん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 、やっぱりそのレイブカルチャーっていうのが結構ポイントだなって思ってて、はい、 で、でそのレイブカルチャーもいわゆるまあアンダーグラウンドカルチャーみたいな感じで、そんなにこうなんか表に出てくるもんじゃないから、はい、行きたいけどどうやって行っていいのか分かんないって人とか、はい、なんか結構興味ある人が多いと思うんですけど、はい、レイブって、じゃあ質問に、はい、レイブってどういう何をやることなんですか？まあ主にあれですよね、はい、あの外で、まあ、外で野外で外でやるっていう、まあキャンプ場だったりとかスキー場だったりとか、うん、そういうところでパーティーを、まあ、ステージ作ったりとかして、なるほどなるほど、やってるのが主流ですかね。やっぱり昔からそれは、なるほどね、今も変わらず、うん、やっぱ外でやるとなんか気持ちよさが全然違う、ね、そうですね。で、うん、例えばなんか2泊3日とかあったらなんかバーベキューしながらとか、時間ああやばいね、 ある時にめっちゃいいですね、はい、サイケトランスの人って、はい、あのさ装飾みたいなのがめっちゃすごいじゃん。まあ、あれは見た目派ですよね。いや派手だよね。でなんかすごいそういうのの作る専門の職人の人とか結構いるよね。あ、いますね。あいつやっぱりあいつうまいからみたいな。はい、で LED でうまく照らして、はい。そこはそこでなんかすごいカルチャーになってる気がしていて、はい、うん。最近特にさらに進化してますね。そのレーザーとかだったりとか、まあ、その演出とか。あ、本当、はい。なるほどね、はい、あれもだからなんか本当に独自のカルチャーを。そうですね。なんかもうそこも結構重要みたいな感じになってるね。レイブってまあ山とかでやるじゃないですか、はい、電源ってどうしてるんですか？まあジェネとか入れてやるのが多いですね、うん、あ、そういうことなんだ、はい、なるほどね。日本で、まあ、例えばそういう山梨とか、はい、なんかあの静岡とかもそうだし、はい、ちょっと関西だと滋賀とか、はい、ちょっとさ都心から離れたところが多いっすよね。やっぱり多いっすよね、はい、で大体何人規模のやつがあるの？まあ大きいのちっちゃいのあるんですかね？そうですね、まあ100人単位のパーティーから、うん、まあ、100人ぐらいもある？ありますあります、うん、とかまあ1000人ぐらいのパーティーとかもある。あ、1000人もある、はい、まあそれもやる人によって違うみたいな。そうですね、まあ、規模によったりとか。なるほど。そうですね。なんかあのまさやくん、あの冬とか、はい、山とかでやったら冬とか寒いじゃないですか。めちゃくちゃ寒いです。それって冬は やっぱやらないんですかね。いや、寒いから。やりますね。やるんだ。やってますね。だってめっちゃ寒いじゃないですか。めちゃくちゃ寒いですね。はい。でまあ、それでもやりたいっていう。そうですね、主催者側がなんかこう、うん、ヒーター入れたりとか、フロアに。うん。めっちゃ気合入ってるじゃん。ちゃんとこう、あったかい環境をみんな作ってて。すごいっすね。焚き火したりとか。そうですね。大体何時から何時までやるっていうのは、はい。まあそれパーティーによるんですか。でそうですね、でもやっぱり最低でも 2days の1 night ですね、うんうん、まあ、多い時で、うん、まあ2泊3日とか、うん、3泊4日とか、
もうずっとやりっぱなしみたいな。やりっぱなしですね。なるほどね。まあ途中なんかまあブレーク入れたりとかして、掃除したりとか。したりとか。のはありますけど。へえ。そういうの行こうと思ったらどうすればいいんですか。まさやくんの、はい、なんか SNS とかフォローしてやるよって言って、はい、とりあえず行ってみるみたいな、そんな感じ。そうですね。まあ臨時アナウンスはしてるんで。ああそうなんだ、はい。なるほどなるほど。はい。いう感じなんで、はい、よかったら興味ある人はまさやくんの SNS をフォローしてもらって、まあインスタグラム、ツイッター、フェイスブック一通りは、あ、そうなんだ、はい、じゃあのコメント欄に載せておきますので、はい、ぜひフォローしてみてください。お願いします。はい、いう感じでございます、はい、もうちょっとそのサイケの DJ の話をしたいんですけど、はい、ごめんね、本当俺全然知らないからね、はいはい、トップ DJ の人と有名な DJ の人とまあ、そこそこと、はい、まあ、あのファンの人というかアマチュアの人と、はい、いろいろいると思うんですけど、はい、まさやくんも本当アーティスト一本で今食べてらっしゃると思うんですけど、うまい、サイケの DJ でうまい人と下手な人って、まあ、盛り上げるっていうことだとは思うんですけど、はい、うまい下手とかってどういうところに差がある。あ、選曲どうなの。やっぱり全体の流れとか、どんだけフロアをロックさせるかとかにもよりますけど、どうなんすかね。あんまりでも技術面では多分そんな、やっぱトランスで2ミックス普通に繋いでるだけなんで、そんなスクラッチとかしてるわけじゃないんで、だからどこに差がつくんだろうとか、はい、めっちゃ思うんですけど。あとはやっぱりその過去にでかいフェスに出たステータスだったりとかキャリアだったりとか、あと曲リリースしたりとかかな。もうそうですね。ちょこっとの差なのかもね。なんかこうちょこっとこうやっぱり人よりも盛り上げてみたいな。そうですね。あ、やっぱあ今日はあの子が一番良かったなみたいな。そうですね。どんどん続いて少しずつ上がっていくみたいな、そういう感じなんですかね。そうですね。サイケの DJ になりたいって思うとするじゃないですか。はい。どうすればいいですか。どうすればいいですか。どこで練習してどうすればいいですか。YouTube とかで上がってんの。なんかまあ YouTube にも上がってますけど、うん、どう練習、まあ例えばまあじゃあ例えばこういうデノのプライム5とか、うん、例えば買って、うん、で今あのビートポートリンクとかあるじゃないですか。うん。うん、ビートポートリンクとかで、まあ、サブスクで契約して、もう契約しちゃえばもうビートポートで売られてる曲全部使いたい放題じゃないですか、うんうん、そこでこう練習するのが今いいんじゃないですかね。やっぱり知らん人はですね、はい、ビートポートリンクってなんぞやみたいな感じだと思うんですけど、はい、デノン DJ をねあの使われているということなので、はい、ちょっとあのデノン DJ のねプライム GO の話をしてみたいと思います。ビートポートリンクっていうのが、はい、まあ結構サイケ DJ からしても、まあ、結構便利だと。そうですね、自分から見てやっぱりこれはすごい画期的だなみたいな感じはありますね。これ例えばなんかこれから DJ 始めるってなった場合、やっぱり音源揃えるのに大変じゃないですか、うん、やっぱり最初機材買うのにも大変なのに、いやそうですね、うん、音源も買うってなると大変なんで、それでまあサブスクで例えばまあその月額払って やればもうそのビートポートで売られてる曲が全曲使いたい放題。っていうことは買わなくていいんですか。買わなくていい買わなくていいって買わなくていいんですか。そうですね、まあ、アーティストからしてみるとちょっと複雑な気持ちにはなりますけど、間違いないですね、はい、もう昔はもうレコードを買ってとか、ね、CD 買ってとか CDR になんか落としてとかやってて、はい、で USB がどうのこうのとかってやってたけど、はい、もう今もうストリーミング、ストリーミングで Wi-Fi 繋いじゃえば、はい、できちゃうと。でプレイリスト作ればもう売られてる曲が全部使いたい放題っていう。なるほど、はい、なんか Wi-Fi でなんか遅延してどうのこうのとか、はい、そういうのもないんですか。一回読み込ましちゃえばもう普通に、まあ、USB とか CD 同様な感じで全然使えますね、はい、ストレスないですか。そうですね。なるほど、ということでございまして、はい、結構そのストリーミング DJ っていうのがまだまだこう今普及段階にあるんで、はい、あのちゃんとこうやってプレイリストを作ってあの使ってらっしゃる方って結構少ないと思うんですけど、もうまさやくんもどんどん、もうさっきのインタビューでもあったようにどんどんいろいろ取り込んでいくっていうスタイルなんで、はい、今もうバッキバキあの使ってらっしゃるんですね。でこのようにプレイリストも綺麗に管理
して、そうですね。まあ自分の場合はなんかそのレーベル分けで、レーベル分けですね。そうですね。でタッチパネルなんですよね。そうなんです。これはかなり便利ですね、やっぱり。これ本当によくできてるよね。よくできてますね、本当に。やばいよね。はい。なるほど。なんか iPad とかそういじってるのと変わんないような感じで、音質的にも問題ないですか？そんな問題ないですね、全然気になるほど。まあストリーミングだからまあベストではない、最上級ではないとは思いますけど、普通に例えば配信だとか、はい、あもう全然それだったら問題ないです、ね、余裕ですよね、はい、うん、どうせ配信だともうレートも落ちちゃうからね、まあ、劣化しちゃうんで、うん、じゃあもうこれ買ってストリーミングでビートポートで契約しちゃえば、そうですね、やりたい放題。やりたい放題。でもさ、15年ぐらい経つんでしょ、DJ は。はい。けしからんよね。まあ最初はちょっと壁ありましたけど、うん、やっぱりもう現代に沿っていかないと。間違いない。そうなんですよね。間違いない。逆らってても止まっちゃうんで。間違いない。それこそ例えば、まあ昔みんなレコードだったじゃないですか。うん、で、そっから CD に移ったじゃないですか。うん、その時もなんかみんな、あーだこれったじゃないですか。じゃあ俺、おたいレコードスクラッチライブ不買運動とかしてたからね、最初。で、まあ CD からなんか、まあ一時、まあトラクターとか、ああいうのが流行ったじゃないですか、PCDJ。流行った。で、そこもなんかいろいろあったじゃないですか、うん、その時代。そう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 。で、今これ。今これ。でも、はっきり言って、もうヨーロッパの人たちの普及率って半端なくって、はい、なんか、やっぱり、新しいものどんどん使ってこうっていう感じだから、もちろん伝統も大事にするんだけど、はい、だからもう普及のスピードみたいなのが、もう圧倒的に速くって、だからもう今のうちに結構やっといた方が、そうですね、いいんじゃないかなというふうに。まあ、あとは、ビートポートもそうだし、サウンドクラウド GO とか、いろいろストリーミング使える、 Spotify は使えないんだけど、やっぱり、まあ、サイケとかもそうだし、はい、そういうハウスとかテクノとか、まあ、ダンスミュージックにおいてはもうビートポートが強いもんね。そうですね、うん、圧倒的に強いですね。だってもうビートポートに上がってる曲ほぼほぼ使えるっていうことだったらさ、もうマジでこれと月々、そうですね、いくらか、20ドルか30ドルかなんかだよね。多分20ドルぐらいいかないぐらいとか、ね、まあそんぐらいだと思いますけど。やばいっすね。マジで。で、使いたい放題。今もうこれね、電源も繋がってないんで。今、繋がってないです。バッテリーで動くっていうね。これももうなんか、昔の人からしたら、おい、なんでだみたいな。そうですね。みたいな。みたいな。今、オーディオケーブルしか刺さってないっすね。ありえないよね。ありえないです。最大4時間ということなんで、まあ別に 2,3 時間ぐらいのプレイとかだったら、もう本当に海に持ってったり山に持ってったりとか。そうそう。あとなんか最近よく市販で売ってるなんかのポータブルのスピーカーとか。そうだよね。あれ繋いじゃえば、そっちもバッテリー駆動じゃないですか。だよね。はい。もう完全に電源レスでできるっていう。ですね、やばい時代だね、本当に。あ、ホットキューの設定とか、まあ急設定とかをこっちでも、うん、やっちゃってみたいな、うん、で設定しとけば、まあ、そういう、まあ、いざとやるときに簡単にポンっていけるんで、うん、覚えてくれてるんだ、ちゃんと。そうですね、うんうんうん、このイコライザー、はい、とかって縦じゃなくて横じゃないですか、はい、これ大丈夫ですか、使いづらいとかないですか、まあ、30分ぐらい DJ やればもうすぐ慣れちゃいます、ね、ああ30分で慣れる30分で慣れますはい。うん、なんかロー切ると思ったらハイ切るみたいなことが最初はあるかもしれませんけど、はい、そうですね、うん、なるほどね、はい、いう感じ。あとエフェクトなんかもね、結構充実。そうですね。そんな使わないのかな、最近は。でもディレイとか、まあ、軽くフィルターとか、フィルターとかだね。そうですね、じゃあまあこの辺とか たまに使ったりとか。そうですね、うんうんうん、まあなんといってもやっぱりストリーミングですかね。そうですね、うん、そんなデノン DJ プライム GO を使って、らっしゃるまさやくんなんですけど、今度ちょっと制作のお話をお伺いしたいなというふうに思っておりまして、はい、スペクトラソニクスとしては、楽曲聴きたいってなったら、はい、ビートポートとかに上がってるんですか？上がってますね。上がってる、はいはい、ということなんで皆さんぜひチェックしてみてください。お願いします。はい、マイクね、はい、マランツプロフェッショナルのマイクですね、これ、うん、で、これは MPM4000U っていう製品ですね。これは USB で出せるんですよね、はい、ということでオーディオインターフェース付きのマイク。これはあれですか、声取りとか
ライブ配信とかで、例えばなんかそのたまにやるんですけど、その制作の配信とかハウトゥーみたいな。え、あ、そんなことやってんだ。たまにやりますね。あ、その時に、その時にこれを喋るんだ。そうですね。へえ。で、簡単にオンオフできるんで、ここで。何が？あ、マイクが。マイクが。あ、めっちゃいいじゃん。結構手軽なんですね。ここでね。そうですね。うん。へえ。で、色が変わってね。そうですね。へえ。あとね、パッとね、目引いたのは。これもうね、これね、あのね、知る人ぞ知るっていう感じなんですよ、これ。なんかね、知ってる人は知ってるんだけど、はい、めちゃくちゃいいんですよ。これめちゃくちゃいいっすね。いいっすよね。昔、自分への誕生日プレゼントで。高いもんね。高かったっすね、これ。うん。買って、はい。うん、未だに使い続けてる。ずっと使ってますね。なんか、どうですかそのまさやくん的にはこいつの評価ってどういうところが気に入って使ってらっしゃる？やっぱり上物、まあ、リード類だったりとか、まあ、アルペジオだったりとか、うん、まあ、FX も全般にかなり使えるんですけど、うん、まあ、特にやっぱりリード類ですかね、うん、あ、リード類えぐい感じで結構なってくれるん でフィルターの効き具合とかも結構すごいんで、これ、うん、なるほど、もう割れちゃうんじゃないかぐらいきつい感じのかかり方してくれるんで、うんうん、バイラスに関してはですね、もう出た瞬間から、あ、なんかシンセとかでもさ、はい、なんか例えばそういうジュピターとかもそうだし、はい、レジェンダリーなシンセサイザーっていっぱいあるわけじゃないですか、はい、でそれってもうテクノロジーがどんだけ進化して新しいものがいっぱい出ようが、これはこれみたいな、はい、ずっと残ってくみたいな、はい、ね、もうこれはね、出た瞬間にあ、バイラスもう絶対これずっと残るだろうなって、はい、もう確信したっていうぐらい、うん、本当に素晴らしい。で TI になるとあのソフト上でもこっちを動かせる、動きますからね。そうですね、はい、うんうん、便利ですね、やっぱりだいぶ便利ですね、はい、はい、いう感じで、これは、うん、まあ、じゃあ結構ハードウェアで使ったりとか、ソフトシンセというよりはハードを、そうですね、メインはやっぱりハードで作ってみたいな、まあちょこちょこソフトも使いますけど。なるほどなるほど。なんかあの最近 DTM めちゃくちゃ流行ってるじゃないですか、はい、コロナでも超機材売れたんですよ、はい、もうめちゃくちゃもう 倍ぐらいに多分増えてる勢いなんですけど、はい、みんなやっぱり今もセーラムとかもそうだし、はい、ソフトシンセで、はい、ウェブテーブルのソフトシンセとか使ったりだとか、はい、めちゃくちゃ音いいです、音いいんですけど、差別化がしようと思ったら、はい、やっぱハードいいですよね。ハードいいですよね、結局結局ね、そうだからなんか頭一つ抜けたいっていう人はなんか安いやつでもいいからハード買った方がいい。やっぱり手元でこういじれるっていうのもやっぱりでかいですね、こうマウスでこうソフトでこういじるより、うん、なるほど、つまみとか、うんうんうん、こう手元でこういうところとか、まあ、こういうところとか間違いない、うん、ということで感覚がやっぱり違いますね、まあ、確かに、はい、でまさかあのいきなりこういうのって初心者の人なかなか買えないじゃないですか。そうですね。で俺本当にここ数年でも安いやつ、安いシンセ部門で、はい、もうマジで3本の指に入るのがこれなんです、はい、あ、これはこれね、もうこれね、これがお家にある、あ、わ、あ、もう完全に仲良くなれるなって感じでしたね。はい、もうということで、アートリアですね。まあこれ、ね、おたえレコードの TV でも何回も紹介してますけど、こいつはもうまずね安いんですよ。安いですね。やばいっすよね。やばいっす。これ確かリリースされて、うん、自分も半年ぐらいでこれやべえってなって速攻買ったんですよね。で安いじゃないですか。3万円台とか、3万円台ですよね。ありえん、ありえんですね。これでウェブテーブルも入ってるし、ね、ウェブテーブルも入ってるし、うん、音もね、そんなアナログとかではないけどアナログっぽいし、ぽいですね、その こいつまではむちゃくちゃできんけど、はい、ただ3万円でここまでできたらめちゃくちゃいいっすね。めちゃくちゃいいっすよね。めちゃくちゃいいっすっていうことなんで、だから ハード系のなんかエントリーユーザーとかは絶対これ鉄板に、鉄板いいですよね。鉄板にいいですね。わかる。素晴らしい、素晴らしいですよ。さすがトップクリエイター。いやいやいや、はい、であとはですね、はい、出ました、はい、はい、ベリンガー軍団が、ベリンガー軍団が、はい、これがもう売れに売れまくりましたね。 TD3 ですね。
まさやくん、これはあれですか、はい、まあ、ベース打ち込みとかで使うんですか。これはもうメロディーですね。あ、メロディーで使ってますね。あ、そうか、サイケだからか。そうなんですよ。そうか、結構サイケの世界だと、はい、メロディーの打ち込みとかも結構これで組んで。そうですね、なんかゴアっぽいメロディーを作る場合は結構これを使って。なるほどね、やってますね。こっちも同様ですね。なるほど。あのでもこれ、うん、たまにモデル D、はい、そうですね、ベースも作ったりとか、作ったりとかする。そうですね。まあ一連のですね、まあベリンガーの、まああえてインスパイアモデルっていう風に言いますけどあの一連のインスパイアモデル、まあ俺だと808のさ、はい、やつとかもう別でビデオ撮ったんですけど、はい、ベリンガーのやつね、はい、どうですか、その使い心地とか音質とか。でもよくできてますよね。いや、めっちゃできてますね、これやばいっすよね。やばいっす、これは。もうこれなんか、うん、もう超破格じゃないですか。いや、超破格やばいっすよ、本当に。1万円台とか、あ、でも、そう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 、はい、はい、ぜひ、おたれこでもいっぱい在庫あるんで、はい、色もいっぱい出てるしね、なぜか今。あ、めっちゃ出てますよ、ね。スケルトンとか、ありますよね。うん、全部買う人いるんかな、みたいな。まあ、みたいな感じですけどね。はい。はい、まあ、こういうものがあって。で、オーディオインターフェースに関してはですね、RME 使ってらっしゃるんですね。そうですね。ファイアフェイス。ファイアフェイス400。そうですね。ですね。うん。これに関してはどうなんですか、使い心地というか。これ、うん、ネックなのが、うん、USB 対応してないです。あー、出ました。はい、古くて、はい、古くてですね。ちょうどこれ買った次の月ぐらいに USB 対応のやつが出て、うん、出はい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 、みたいな感じで、まあ、まあ大丈夫かなと思ったんですけど、今もうファイアワイヤーついてないじゃないですか、うん、ついてないからね、うん、から変換して変換してみたいな、はい、うん、なるほどなるほど。そうですね。でもなんとか使い続けて、 なんとか。そうですね。あ、でやっぱりこれのいいところはこのアナライザーですよね。ああ、なるほど。うんうんうん、これがねやっぱでかい。これでかいですね。うーん、うん、これは、はい、ステレオなのこれ。こっち側が全体の音で、うん、でこっちが真ん中以外の LR ので分かれてるんですよね。ああ、そういうことなんだこれ、はい、へ、センター以外の音がこっち側で、うんうんうん、なるほどね、うん、これ一回使っちゃうともう普通のアナライザー使えないですの。なるほどね。ということでございます。そして、これですね、我らが誇るインミュージックやっときましたよ。はい、赤いプロフェッショナルの MPK ミニを使ってらっしゃると、はい、これはもうソフト申請専門打ち込み用ですね。で、まあ、つまみとかもアサインしてて。なるほどなるほど、はい、なんかもう全部一色単になってるしさ、はい、もうこれで またこれもさ1万いくらでしょ。これ1万しないしないかな、うん、しないぐらいだよね、はい、うん、もうとんでもなく便利ですよね。そうですね。うん、だからこれから DTM 始めるっていう人とかはもう、うん、これいいと思いますけどね。ね、はい、手軽で、うん、持ち運びも。あ、そうだよね。ソフトもいっぱいついてるしね。そうですね。っていう感じの、構成になってます。はい。はい、JP なんかもあれですよ。JP8000。はい。いう感じで、もう夢がいっぱい。あ、で、スピーカー。はい。ディナオディオですね、はい。使ってらっしゃる。なぜ数ある中からディナオディオなんでしょうか。うん、周りのアーティストに勧められたからっていうのがあります。うんうん、まあでも結果、まあそうですね、それでまあ結果ずっとこれですね、うん、なるほどなるほど、はい、もう廃盤になってますよね。もう廃盤になってますよ。そうですね。モニタリングの、まあ例えばそういう定位感だったりだとか、はい、そこら辺もしっかり出てくれるのかな。ね、ちゃんと出てくれますね。っていう感じ。これじゃないと自分はダメですね。あー、やっぱりそうか。はい、うん、もう慣れちゃってんで。皆さんね、結構ね、スタジオ案件うちとかおたれこの YouTube そんなにないんであれなんですけど、モニタースピーカーってもう命みたいなもんで、
そのモニタースピーカーが変わっちゃうとイコライジングとかはもう全部変わっちゃうじゃないですか、はい、そうですね。で聞こえ本当はいいやつだと聞こえるやつもなんかヘボいやつ使っちゃうと低域が全然聞こえないとか、はい、そうですね。そうだから命みたいなもんなんですよね。なんであのこうやって結構いいやつを使うともう全然違うということですね。はい。でまあこのスタジオの話をするとこれ多分ね音声もいいと思うんですけど今日のあの録音の音声ももうね SN がめちゃくちゃいいですね。で、はい、あの低材波もねあの全然ないし素晴らしいですね。これはあれですかどっかの業者さんに発注されてスタジオ基本自分でやって、まあ、最初だけ自作っすか。やばいっすね。やばいっすね。まさやくん、まさやくんこういう仕事もやった方がいいんじゃないですか。内装屋素晴らしいね、うん。まあ、最初なんかまあ知り合いの人とかに、うん、まあ、2日3日ちょっとやってもらったりとかして、うん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 、で、まあ、ある程度教えてもらって、あとはもう自分で、うん、嘘、ま、毎日ビバホームに通ってやばいっすね。へー、これだってこれも自作っすね。上のあー素晴らしいっすね。これレベルの、はい、音のね、はい、これレベルのスタジオをやろうと思うと下手したら1000万ぐらいとか取るところも平気で余裕でありますから、はい、すごいですね。もともと和室だったんですけどね。あでもねそれもいいんです。あの和室だと畳だし、はい、あのちゃんと音を吸ってくれるし、はい、あの悪い音しないですよね、はい、うん、床も張り直してやってるし、そうですね。でまあ、角もしっかりケアして、はいはい、なるほど、ここは素晴らしいな。なんか、はい、一回もそのパーティーもお邪魔したことないし、ちょっとそこはまあ申し訳ないんですけど、はい、なんかね、俺も長いから業界、はい、見たらわかるわ。もうね、完璧に、はい、DJ の方もそうだし、トラックメイクの、はい、一切無駄がないです。はい、うん、ありがとうございます。もうね、なんかもうパッとわかりますね、そこは、うん、っていう感じで、あのやっぱりそれって長い間キャリア積んできて自分に必要なものは何かっていうのと必要じゃないもの何かって、はい、取捨選択してきて、はい、今ここにたどり着いてるわけじゃないですか。そうですね。うん、そこがなんか、あのちょっと失礼な感じに聞こえちゃったら申し訳ないけど、あ、ちゃんとやってらっしゃる方なんだなと思うし、はい、だからこそもう今ビートポートで1位とか取ったりとか、はい、そうですね、サイドランス部門では。しかもですよ、この前も某有名女性 DJ がまさやくんの曲をプレイしたりとか、ね、はい、某ロシア人です、ね、某 ロシアの四つ打ちの有名な、もう分かる人は分かると思うけど、すごいね、はい、うん、もう今結構日本のみならず世界でもうバンバンいろいろ行っててっていう風なんですけど、はい、まあ例えばそういう SNS とか YouTube とかでも海外のファンの方 とかも結構増えてるよね。そうですね。でその海外への売り出し方とか売り込み方とか、はい、まあもちろんその事務所みたいなところとか、はい、そのエージェントみたいな方に声かけてもらってとかっていうのはあるとは思うんだけど、はい、やっぱあれですか、その曲作ってビートポートで、そうですね、とかやっぱりもう SNS を全般的に使って自分をこう、うん、売り込む、そうですね、出して、なるほどなるほど。なんかあのトラックメイク その配信やったりだとか、はい、そういうこともやったらしい。そうですね。へえ、たまにですけど。たまに。それはなんでやってるの？あ、それも、いや、なんだか、自分でこうサンプリングも出してるんですよ、楽曲制作で使う DJ。おお、あ、素材を？素材を。おお、すごい。で、それのどういう風に使ったらいいのかとかいう、まあ、ハウトゥーだった。やばいっすね。あ、そうなんですか。そうですね。へえ。そのまあループ素材みたいな。そうですね。とか、まあキックだったりとか、まあハットだったりとか。
入ってて。なるほどなるほど、はい、まあ簡単にそれを使えばそのトラックが作れるみたいな感じで、そうですね、あ、なるほど、それでも配信もやって、そうですね、なるほど、いやすごい、いやちょっともうなんか今日はちょっとあの E ミュージックの神様に感謝ですね、はい、素晴らしいところまさにディズニーランドだしかもあの全部のアトラクションが全部楽しいっていうディズニーランド無駄がない、外しがないです、いやほんと外しないわ、うーん、すごい、多分ねめちゃくちゃ機材のことも調べたりとか、そうですね、多分めちゃくちゃ真面目 な、はい、だと思う、多分なんかもう見てわかります、素晴らしい、本当にありがとうございます、ね、こんなに褒めることない、ない、ない、ないですよ、ね、ないよね、ないですか、いや、ないです、ないです、ないです、いや、本当俺あの結構感服 してます今、あ、本当ですか、素晴らしい、本当に、よかった今日お会いできて、うん、いう感じなので、まあ皆さん結構多分いろいろ試したりだとか、いろいろアンテナ張って機材選びなんかもして自分にフィットするものを、ね、まあ残してっていう感じでここにたどり着いてると思うんですけど、まあ、皆さんもいろいろどんどん試していただいて、もうインミュージックでもどんどんいい機材いっぱい出てますので、ぜひお願いしたいと思います。そして、はい、そんなスペクトラソニックスなんですけど、はい、実はもう一個ディズニーランドがあると、もうここがディズニーランドだったらディズニーシーみたいなのがあるね、ディズニーシーが、そうですね、はい、いう感じなんで、うまいですね、ちょっとうまいかなちょっとディズニーシーの方に行きたいなというふうに思いますんで、はい、じゃあよろしいですか、あ、大丈夫ですよ、わかりました、はい、じゃあちょっと案内してもらいますので、はい、よろしくお願いします、お願いします、ということで、第2会場、はい、第2会場めちゃくちゃいいっすね、もう環境がもうそれもでもやっぱりさっきのスタジオの話じゃないけど、はい、もう自分で、はい、もうなんかマジで作ってったみたいな、そうですね、暑いっすねいやーということで、このお部屋はまああくまでも本当 DJ メインみたいな感じで、ちょっと見えないけどレコードなんかブワーっていっぱいあったりだとか、でターンテーブルがあってで、はい、でデノン DJ の、SC6000 ですよね、はい、があって、ミキサーは X1850 使って、はい、で、まあ、ターンテーブル SL1200 使ってっていう感じですね、はい、M44G かな針はですね、うん、まあいう感じでございます、はい、でこのお部屋は配信とか、そうですね、まあ、大体いつも毎週、まあ、いろんなそのサイトランスの DJ の人をゲストで呼んで、うん、ここでライブ配信をやるっていう、はい、あ、めっちゃいい感じ、あ、はい、そのもうここまで来てもらってここで配信して、そうですね、あ、へえ、あ、そうなんだ、はい、なるほど、え、いつも何でやってんの配信って、 Twitch とかそういうやつ、ツイキャスで、あ、ツイキャスやってんだ、はい、あ、ツイキャスってサイケの人が多い印象がある、いや、あ、昔結構いましたけど、最近まあちょっとみんな離れてって、うん、そういうライブストリーミング系離れてて、でもまあ自分はやってる感じ、なるほどなるほど、へえ、まああそこだったらなんかジャスラックとかもちゃんとしっかりしてるんで、うんうん、そうですね、うんうん、アーカイブで残してもなんか音切れとかないんで、使いやすいかな、なるほど、いや、めちゃくちゃかっこいいブースっすね、ありがとうございます、なるほど、はい、で、まあ、あのさっきもね、あのデモプレイしていただきましたけど、はい、もう照明もあってという感じ
ですね。ちょっと機材の紹介をちょっとお見せいただいてもよろしいですか。はい、はい、この SC6000 ですね、はい、なんといっても。そうですね。いや画面でかいっすね。画面めちゃくちゃでかいっすね。iPad タブレット、いやほんとそうだよね。はい、ちょっと俺 iPad 持ってこよう。比べよう。いや本当に驚くほど画面がでかくて、もうだって DJ するときだってさ、見やすいに越したことないじゃん。まあ間違いないですね、それは。うん、いう感じで、だってこれは俺の iPad なんですけど、これだってほら変わんないですもんね。変わんないですね。うん、っていう感じで、で当然これはタッチパネル、タッチ、そうですね、はい、できるということで、こんだけ大きいとさ、なんかその操作とかも全然やりやすいですよね。やりやすいですね。うん、でまあグリッドの幅とかもこう変えられるんで、おー、まあ自分好みでその時の、うん、なるほど、変えてみたいな。なんか本当にホットキューとかもうめちゃくちゃ打ちやすいですね。そうですね、うん、打ちやすいですね。もうこれ8列横になってるからそれもめっちゃいいですよね。そうですね。うん、まあこれとか、まあループだったりとか、まあロールとか、うん、まあいろいろは遊んだりとかもできて、なるほどなるほど。うん、あとはどういうところが気に入ってるっていう。あとは、うん、まあこれすごいところがやっぱり1台で2曲かけれる、はい、出ました。はい、これそれがもうすごい画期的ですよね。はい、まあ、レイヤーで、はい、もう1曲選んで別チャンネルに流し込んでみたいな、うんうんうん、これは最初見た時は衝撃です。衝撃でしたね。はい、いう感じなんで、なんでもうまさやくんはもうこうやってもうバキバキにやってらっしゃるんで、はい、2台やってるんですけど、もうマジで本当に1台だけ導入するだけでも一応できますよ、ね、一応できますね。全然できますよね。なんか酔っ払ってる時にレイヤーを押し忘れて、はい、あれみたいな。ありがとうございます。酔っ払う癖がある人は注意なんですけど、はい、ただ本当にできちゃいますよね。できますね。なるほどね。それが一番こいつのすごいところだなっていう。確かに。あとはもう本当に液晶も綺麗だし、はい、ジョグもでかいんですよね。そうですね。ジョグもでかいから、本当にこれ10インチかな。まあ、8か10ぐらいか、10はないかな、まあ、とにかくめちゃでかいんですよ。で液晶もめちゃくちゃ綺麗ですね。はい、で、うん、まあここに設定してればアートワーク映ってみたいなですね。はい、これもテンション上がりますよね。上がりますね。はい、であとミキサーなんですけど、デノン DJ の X1850 を使ってらっしゃいますけど、はい、これはどうですか、使った。まあ自分とか例えばライブストリーミング、はい、うん、やるんで、はい、でまあオーディオインターフェースとかなしで、もうこれに内蔵されてるんで、もう USB ダイレクトでそのまま。めちゃ便利。めちゃ便利なんですよね。これ便利だね。でドライバーとかも、まあ Windows はちょっとごめんなさい分かんないですけど、はいはいはい、まあ Mac に関してはドライバーとかインストールしなくてもそのままいけますね。ああ。で例えばまあライブストリーミング以外でもなんか例えば DJ ミックスを撮りたいとか、はい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 、まあ、それで普通に USB ダイレクトでいけるんで。やばいぐらい便利ですね。はい。なるほど。あと音質もめちゃくちゃいいんで。確かに、はい、まあね、デノン DJ はもともとねオーディオブランドだったっていうこともあって、まあ、中の本当に基板のパターンだったりだとかめちゃくちゃこだわってるんで、はい、音質も本当にいいんですよ。はい、いう感じで、で、まあ、4チャンネルで、で、まあ、昔から結構4チャンネル のミキサーってたくさん作ってきてるんですよね。はい、それがもう今本当にノウハウが詰まって出てるという感じです。再起 やる分にも結構大丈夫な感じですか。全然問題ないですね。全然問題ない。全然問題ないですね。なんかさっきツイキャスで配信、はい、まあ他の再起の DJ も呼んでやってるっておっしゃられてたけど、はい、その、まあ、例えば他のブランドの機材使ってる人とかも、はい、でデノン使ったことないっていう人も結構いると思うんですけど、ほぼほぼ結構いたりとか。でもほぼほぼ結構いたりするじゃないですか。でもパッと使いやすい、まあ、皆さんなんか結構もうパッと使ってますね、うん、もう10分ぐらいそれこそやれば大丈夫です、ね。まあライブ配信前にちょっと1回だけなんか繋いでみて、はい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 、でも大体感覚的にそんな
なに変わんないんで、変わんないですよね、うん、よくできてますよね、非常に。でレコボとかも認識してくれるんで。そうなんですよそこっすね、そうですね、はい、まあ、そこの互換性はやばいっすね、はい。なんでまあ、あのレコードボックスをね、あの認識するんで、そっから結構ねこいつがねやっぱどんどん売れ始めて、はい、うん、来てるっていう感じですね、はい、はい。うん、いつもはこれで USB？ そうですね、 USB でやってますね、うん、でやってると。でたまに USB に入れ忘れの曲とかは、うん、これあのドロップボックスで自分のやつでうん、ログインしてそこから引っ張り出してみたいなやってますね、まさやくんやってますよ、はい。いうことでこれあのドロップボックスに、楽曲のファイルをね、そうですね、置いとけば、もちろんインターネットつながってる必要があるんだけど、はい、そっからもうダウンロードして直に入れる、そうですね、いうことなんで、もう究極的な話、これ海外とかで、DJ するときとかでもうこいつがある環境だったとするじゃん、はい、したらもうあのドロップボックスでダウンロードしていけば、はい、USB すら持ってかなくて、はい、っていうもうめちゃくちゃなことになってるんですよ実は。そうですね、うん、で、まあ、まあ自分シンク使わないですけど、うん、まあ、シンク使っちゃえば、うん、もうなんならヘッドホンもいらない感じじゃないですか間違いない本当そうだよね、手ぶらでなるほど、できちゃう。そっか、シンク使わないんだね。そう、使わないですね自分は。なるほどなるほど、うん、なんかやっぱりそのシンク使わない方がなんていうかな、ちょっと混ぜるのでもさ、例えばそのまあ一拍目とか、まあその拍の頭、はい、みたいな、そのちょこっとこうずれてる感じがかっこいいとか、はい、ありますね。そういう感じだよね、コンコンコンってなるのがいいのか、ちょっと若干ずれてる、うん、ダダじゃないけど、そういうとこもあるんだよね、はい、だから本当に結構なんていうの、音にこだわる DJ とかだと結構シンク使わない人結構今多いかなって感じしますよね、はい、うん、まあ、そこら辺も皆さん参考にしていただければなというふうに思います。これあるんだって思って、サウンドスイッチですね、これがですね、もうインミュージックグループがですね、まあ、新しくブランド、まあ、ちょっと、まあ、買い取ったというか、あの新しく、インミュージックグループに加わったサウンドスイッチなんですけど、まさくんこれはどういうものなんですか、サウンドスイッチって。これはもうその、はい、エンジン DJ ってあるじゃないですか。あります。それで読み込ましたやつで設定して、はい、で流せばこの後ろのムービング、え、これってあれですか、なんかサンプラーとかじゃないですか。ではないですね。あ、これ照明なの。照明のスイッチ系ですね、ボタンとかっていうことなんですよねはい。で、このですね、線で DMX コントロール照明つないでもらう。そうですね、はい、それで、もうここでコントロール、まあこの中でもできるんだよね実は。そうですね、この中でも、はい、このけど、はい、これです。あ、こうですね、はい。すげえな、こいつ照明をコントロールやばいね照明も自分でできちゃうっていう C6000 やばすぎるわ、はい、いう感じなんですけど、ただやっぱりこれを出すと DJ の画面が見えなくなるから、こうやってもうフィジカルであるとめちゃくちゃいいっていう、はい、そうですね、うん、いう感じです。はい、でこのボタンを押して、光り方が変わったりだとか。そうですね、はい、まあストロボだったりとか出したりできる、いろんなパターンとか、はい、できますね。あとはもう最大のサウンドスイッチ最大の特徴としては、その楽曲、はい、で、照明の動き方をプログラミングできる。そうですね、うん、それがもうめちゃくちゃやばいですよね。盛り上がるところはブワーってなったり、ね、沈むところは暗くなったりとか、自分で設定してみたいな、できるプログラミングを、はい、いう感じです。はい、いやー、すいません、ちょっと本当に今ね、もうまさやくん超売れっ子なんで、いやお忙しい中お時間作っていただきましたけど、なんかね、やっぱりさっきも触れたように、みんな
まあ、やっぱりまさやくんまさやくんってなる理由がよく分かりました。もうね、環境がしっかり整ってるし、はい、なんかもう音楽に対してもうめちゃくちゃ追求してるし、はい、なんかその機材のその選び方とかも本当に自分でジャッジして、でしかもちゃんとドロップボックス、はい、とかもそうだし、そう、使いこなしててストリーミングとかも、はい、だから本当にすげえなって思ったし、はい、なんかこれからのもう本当今最先端のテクノロジーを使いながら、はい、うん、でもやっぱりアナログとかもレコードもしっかり置いてあるし、そうですね、はい、そういうことを分かりながら最先端に行くっていうのはすげえなんか柔軟だし、はい、もうめちゃくちゃなんかリスペクトできる DJ さんだなと思って、ありがとうございます。いやもう本当に今日は本当に会えてよかったなと、はい、こちらこそありがとうございます、はい、思いました。はい、ということで、スペクタラソニックスに今日は、インタビュー、スタジオにですねお招きいただいてインタビューさせていただきました。はい、まあ、今後ともね、SNS ぜひフォローしていただいて、はい、であとは、ビートポートを行って、スペクトラソニックスの楽曲を、ぜひ購入してもらって、はい、YouTube でも聴きます。YouTube でもね、はい、ほぼほぼ上げてるんで。あ、なるほどなるほど。はい、あのだダメです。あのちゃんと買ってください。気に入ったら、気に入ったら。いやでもね、まさやくんは本当にあれです。ちゃんとまさやくんの楽曲買ったりとか、ちゃんとね、お金もたくさん入ったらちゃんと機材に還元してくれる人だと思うからどんどん皆さん買ってください。最終的にうちが潤うっていう循環を作ろうとします。そうですね。いやでも本当に良かった、うん、はい、いう感じで、まあ、今後ともね、はい、ぜひいろいろ勉強も今日本当勉強になりましたのでいろいろ教えていただきたいなと思うし、はい、パーティーぜひ、あ、誘います、はい、ぜひお願いします。行きたいんでぜひお願いします。はい、はい、ということで、今日はですねスペクトラソニックスをゲストにですね、デノン DJ、インミュージック製品を中心にですね紹介をさせていただきました。はい、ということで今日はお忙しい中どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ではでは。ではまた。